産業委員会を開会いたします委員の異動についてご報告いたします昨日までに安江信夫君及び太田夫妻君が委員を辞任されその補欠として里見隆二君及び若林洋平君が選任されましたこの際西村経済産業大臣から発言を求められておりますのでこれを許します西村経済産業大臣おはようございます えー、先般の委員会への遅刻につきましては、事務的な連絡のミス等によるものであり、えー、二度とこのようなことがないようお約束をしたいと思います。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。外国為替および外国貿易法第10条第2項の規定に基づき、北朝鮮を仕向け地とする貨物の輸出、および北朝鮮を原産地または船積み地域とする貨物の輸入につき、承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求める,件求めるの件の審査のため。 本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣府規制改革推進室次長、野村宏君ほか6名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用決定いたします。 外国為替及び外国貿易法第10条第2項の規定に基づき、北朝鮮を仕向け地とする貨物の輸出、および北朝鮮を原産地、または船積み地域とする貨物の輸入につき、承認義務を課する等の措置を講じたことについて、承認を求めるの件を議題といたします。政府から出説明を聴取いたします。西村経済産業大臣委員長 申し上げます外国為替及び外国貿易法第10条第2項の規定に基づき、北朝鮮を仕向け地とする貨物の輸出、及び北朝鮮を原産地、または船積み地域とする貨物の輸入につき、承認義務を課する等の措置を講じたことについて、承認を求めるの件の提案理由及び要旨につきましてご説明申し上げます。日日本は平成18年10月9日の 北朝鮮による核実験を実施した旨の発表をはじめとする、日本を取り巻く国際情勢に鑑み、同年10月14日以降、北朝鮮からの輸入の禁止などの措置を厳格に実施してきました。また、平成21年5月25日の北朝鮮による2度目の核実験を実施した旨の発表を受け、同年6月18日以降、北朝鮮への輸出の禁止などの措置を厳格に実施してきました。 関連する国,連連合国際連合安全保障理事会決議は、北朝鮮の完全な検証可能なかつ不可逆的な方法でのすべての大量破壊兵器およびあらゆる射程の弾道ミサイルの廃棄を求めていますが、いまだにその実現には至っておりません。また、拉致問題については現時点においても解決に至っておりません。政府においては、こうした北朝鮮をめぐる諸般の事情を総合的に勘案し、 令和5年4月7日の閣議において、引き続き令和7年4月13日までの間、外国為替および外国貿易法に基づき、北朝鮮への輸出および北朝鮮からの輸入の禁止などの措置を実施することを決定いたしました。これを踏まえ、同法に基づき、国会の承認が必要な措置について、承認を求めるべく、本件を提出した次第です。次に、本件の用紙をご説明申し上げます。 本件は外国為替及び外国貿易法第10条第1項の規定による令和5年4月7日の閣議決定に基づき、同年4月14日から令和7年4月13日までの間、北朝鮮へのすべての貨物の輸出および北朝鮮からのすべての貨物の輸入について、経済産業大臣の承認を受ける義務を課す措置を講じたこと、並びに北朝鮮と 第三国との間の貨物の移動を伴う貨物の売買対借または贈与に関する仲介貿易取引について経済産業大臣の許可を受ける義務を課す措置を講じたことについて同法第十条第二項の規定に基づき国会の承認を求めるものであります以上が本件の提案理由及び要旨であります本件につき御審議の上速やかにご承認くださいますようよろしくお願い申し上げます 以上で出説名の聴取は終わりりました。これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次、ご発言願いまます。ごめん、ん私間ればかかっっ指名ししせので、ある程度座てらにます。 どうぞ田島舞子君、はい、立憲民主社民の田島舞子です本日も大臣関係者の皆様よろしくお願い申し上げます私はですね冒頭昨日岐阜市で起きました自動焼銃発射事件について、えー、防衛副大臣に伺いたいと思います防衛副大臣今日どうもありがとうございます現時点で今政府が分かっていること国民の皆さんにお伝えいただけますでしょうか伊野防衛副大臣 えー、昨日6月14日9時8分ごろ、岐阜県岐阜市の陸上自衛隊日野基本射撃場において、第35普通科連隊の自衛官候補生による射撃による死傷事案が発生し、自衛隊員2名が死亡し、1名が負傷しました。このの度は国民の皆様にごご迷惑ご心配をおおかけしし深くお詫び申し上げます また、亡くなられた隊員のご冥福を心からお祈りするとともに、負傷された隊員の一日も早い回復をお祈りしております。現在、捜査中の事案であることから、まあ、これ以上の詳細申し上げることは差し控えますが、このような事案は武器を扱う組織として決してあってはならないものであり、非常に重く受け止めております。本事案を受け防衛大臣から捜査への全面協力原因究明 安全管理の徹底及び再発防止について指示の発出がなされました、まあ、この指示を踏まえ防衛省として全力で取り組んでいるところでございます田島舞子君 はい、いありがとうございますあの。報道ベースでは、まあ、叱られて52歳の教官が標的になったかとで、25歳の指導員が止めに入って犠牲になったということが報道で出てるんですね、でまあ、これ見てみますと、40年前にもお、まあ、あの自衛官が銃を乱射して亡くなった方がいた事件がありまして、これに対する国会の質疑力、見てまいりましたけれども、まあ、当時の国,民大国務大臣は、採用の段階でのチェック、また、 退院になった後のチェックですね、こうしたものもきちんと検討していく必要があるというふうに答弁されているんです、これは昭和59年3月の1日ですけれども、こうした過去の事例を受け、こうした教訓はしっかり今回の事件ではああ果たされなかった、役に立たなかったということなんでしょうか、いかがでしょうか防衛省石川政策立案総括審議官。 事実関係でございますので、あの私の方からお答え申し上げます。えー、今、委員のご指摘のありました昭和59年の事件といいますのは、えー、陸自の山口駐屯地におきまして、えー、射撃訓練中の二等陸士が小銃を発射し、えー、隊員4名を負傷させ、そのうち1名が死亡したものでございます。えー、この事件を受けまして、えー、今、委員のご指摘がありましたように、採用時の選考方法の見直し、えー、心情把握の強化、 カウンセラーの充実、教育訓練の安全管理といったさまざまな面で、 再発防止のための措置をこれまで講じてきておるところでございます今回の事案につきましては今副大臣の方から申し上げましたように今後捜査等を通じて原因究明がなされていくものと承知しておりますけれどもこの判明した原因を踏まえてこうした事件が繰り返されることのないよう再発防止策もしっかりと検討してまいる所存でございます田島舞子君、はい、あの国民も非常に驚いておりますので今後の防止策も含めて ししっかり国会の方で説明していいただければと思います防衛副大臣についての質問は以上にありますので、ご退席していただいて構いません、委員長、ご指導の方よろしくお願いいたします、はい、井野防衛副大臣、ほか防衛省もいいですか、防衛省ね、井野防,防衛副大臣、ほか防衛省関係者は、これでご退席いただいて結構でございます。田島舞子君はい 次にに、ね、西村大臣に伺いたいいたと思いますこの北朝鮮関係の承認案件なんですけれども、まあ、2年前も同じようなことをあの、ここの国会でやっているんですが、過去の答弁見てみますと、2年前、梶山経済産業大臣はです、ね、北朝鮮の厳しい経済状況と併わせて考えた場合、一定の効果を及ぼしてきたと認識しているとでこう、またこの本件の案件に関わる衆議院側の審査を見てみますと、西村現経済産業大臣は同じことをおっしゃってるんです。 北朝鮮の厳しい経済状況と合わせて考えた場合、一定の効果はあったものと認識していると、もう一言一個同じなわけでございます、でこの過去の2年間の間にです、ね、ミサイルは飛んで回りましたし、拉致問題は解決しておりません、また北朝鮮の外交に関する姿勢というのは非常に厳しいものがあると思うんですね、で政府はこの制裁について何を効果としていて。 どんな評価を、効果、一定の効果があったというふうにおっしゃっているので、どんな効果を達成してきたとお考えになるのか、説明いただきたいと思います西村経済産業大臣、えー。まず北朝鮮との関係は、ですね2002年の日朝平壌宣言に基づきまして、えー、お話しありました核・ミサイル、そして日本は拉致問題を抱えております、この拉致・核・ミサイルといった諸懸案をですね包括的に解決し、 不幸な過去を生産して、えー、国交正常化を目指すことが政府の方針であります。この方針の下、まあ、解決に向けてですね、経産省におきましては、全品目について北朝鮮との間の輸出入禁止などの制裁措置を厳格に実施してきております。えー、北朝鮮と日本の間の貿易はもうゼロということであります。そして輸出入禁止措置はですね、えー、日本からの物資調達、えー、そして資金調達の阻止に寄与してきているものと思います。 例えば、核・ミサイルに転用されうる物品、技術の北朝鮮への移転を阻止しておりますし、また輸入禁止措置により、核・ミサイルなどの開発に必要となる北朝鮮の外貨獲得を阻止してきております。でこうした輸出入禁止措置も含めて、政府全体で講じている対北朝鮮措置は、北朝鮮の厳しい経済状況と合わせて考えた場合に、一定の効果があったものと。 いうふうに認識をしておりそのようにお答えをしているところでありますその評価は従来から変わっておりません今後もこの初期案の包括的解決に向けて北朝鮮に対する措置を厳格に実施してまいりたいと考えております田島舞子君はい 時間の関係上、質問通告5番をお聞きしたいんですが、今、大臣がル,ルールをおっしゃった、一定の効果を上げているという、この北朝鮮に対する外交政策なんですが、日本の、現在ですね、政府が持っている北朝鮮との外交チャンネルは十分なものなのかというのは、私の問題意識なんですね。資料の1を、資料を見ていただきたいんですが、これはですね、昨年の予算委員会、また外交防衛委員会でも出しているものなんですが、アメリカと、それから日本と韓国の外交官の数、また、 防衛省の出向されている職員の方の数を合算して比較しているものなんですねで、えー、北朝鮮との外交というのは現在北京大使館を通じてまあ北京にある北朝鮮の外交ルートを通じてやり取りをしているということなんですが この中国大使館を見ていただきますとね、赤枠で囲っていますと、アメリカは1300人の外交官を配置しているわけですよ、対して日本はたった100人で、えー、防衛の駐在官はたった3人なんですねで、これで本当に今、国の懸案であります北朝鮮に対する外交問題、防衛問題、これを本当に根本的に解決していくとお考えになっているのか、外交チャンネル十分なものなのかということをお聞きしたいと思います。 外務省岡野政策立案参事官お答え申し上げます えー、北朝鮮との外交チャンネルの詳細につきましては、あの今後の交渉に影響を及ぼす恐れがあるため、お答えは差し控えさせていただきますが、えー、北朝鮮との間では北京の大使館ルートとさまざまな手段を通じてやり取りを行ってきておりまして、引き続き北朝鮮側とは一思を図っていく所存でございます。えー、体制につきましては、まあ、一般論として申し上げれば、政府としまして、外交実施体制の重要性は認識しておりまして、あの委員ご指摘の点も踏まえつつ、引き続き体制の整備を進めてまい いいた,たいと思います田島舞子君あの外交上、どのようなやり取りをしているかということは、私はあの聞くつもりはないんですけれども、明らかに外形上、数で見てもです、ね、他国と比べて全く差があるような人数で、防衛省も外務省もやっているということなんですよね、私はこれは増やした方がいいと思います、抜本的に、そうしたことも含めて、今後考えていただけないでしょうがいかがですか、岡野参事官。 ご指摘の北朝鮮との関係を含めまして、外交課題、山積しておりますところ、徹底した業務の合理化、効率化、人員配置、そして業務分担の見直しなどを行いつつ、在外交換を含めまして、できる限りの人員の増強を引き続きお願いしていきたいと思っております。田島麻衣子君。はい あの私も応援団の一人として、外務省の人員増強、防衛省の、ね、人員増強、またあの待遇改善について、職員の皆様の引き続き働きかけてまいりたいと思います。次でですす番についいいて伺いたいと思うんですね でこの大臣も読み上げられました趣旨ですね、貨物の輸入また貨物の輸出について、国会の承認を求めるということなんですけれども、詳細確認しまして、これ、いくつか例外があると、北朝鮮に対する貨物の輸出、それから北朝鮮からの輸入について例外があるんですね、でこれは人道目的等ということですので、リストを出していただきました、でいろいろあの見ていたんですけれども、一つあの、私、気がついたことがございまして、 えまずは北朝鮮から日本に対する輸入のお話なんですが、宗教法人、またはもしくはあ礼拝施設に対して無償でら送られる式典用具等ですね必要な貨物、これはですねこの,あの,あの決議案に関しても、ですね北朝鮮から宗教法人に関する貨物は入れていいという例外規定が設けられているんですね。対して えー、日本から北朝鮮に対する輸出、この例外規定にこの宗教法人の、ですね、えー、また礼拝施設に関わる貨物というものは、例外規定の中に置かれていないんです、なぜですね北朝鮮から日本に対する輸入は、例外規定として宗教法人関連の貨物が認められており、また日本からあ北朝鮮に対する輸出は認められていないのか、この点を伺いたいいたと思います木村貿易経済協力局長。 お答え申し上げますご指摘ございました輸入についての特例でございますが これはまずあの北朝鮮だけに限定した特例ではございません。えー、輸入貿易管理令の別表の第1、第15号に規定してございます、えー、墓地の建設、維持、修復、またはあ装飾のために必要な貨物につきまして、えー、私どもの国事におきまして、日本国における英連邦戦死者墓地に関する協定、第8条に基づき輸入される貨物と定めているところでございます。でこのような個別の拠点などを適用するために、えー、この輸入に関する特例を定めているという 一方、輸出につきましては、今申し上げたような協定がございませんので、現状、輸入について規定しているような特例は設けていないと、こういうことでございます、以上でございます田島舞子君、はい、あの輸入については、宗教法人関連の貨物はあの入れてもいいのに、輸出についてはあ、それが規定がないのは、これはバランスの取れた規定だろうとお考えになりますか。木村局長 お答え申し上げます、えー。重ねての答弁になって恐縮ございますけれども、えー、輸入についての特例につきましては、日本国における英連邦戦死者墓地に関する協定、第8条に基づき輸入される貨物とこういうものに限定した特例ということで、措置させていただいておりますけれども、えー、輸出につきましては、今申し上げたような輸入に関するような協定のようなものはございませんので、えー、輸入について規定している特例は設けられていないと、こういうことでございます。以上でございます。田島舞子君 あの規定のないので、この中にも入っていないという答弁をいただいているんですが、これですね、昨年、あの統一協会の問題が非常に大きく国会でも取り上げられていると思うんですね。でこれと北朝鮮との関係というのはあ、やはり無関係ではないのではないかということもたびたび指摘されております。例えばですね、予算委員会の昨年10月18日、長妻委員はですね、まあ、米国の諜報機関である DIA の文書を引きまして、統一協会の教祖があ1991年 に4500億円を、そして1993年に300万ドルを北朝鮮に寄付した、このようなことが出ているということを指摘しているんですね。これに対してです、ね、岸田総理大臣は、まず今一度点検をしなければならないと思いますということをおっしゃってます。 我が党のです、ね、原口委員も4月、今年の4月に入りまして、決算行政監視委員会で、この検討、岸田総理、検討というふうにおっしゃっていますけれども、点検をというふうにおっしゃっていますが、この点検、どうなったのかと。 点検したと何が分かったのかというふうに聞いてますが、きちんと政府の方、お答えになってないんですね。ですので、しっかり今日お答えいただきたいと思うんですが、まあ、総理自ら点検していくというふうにおっしゃっているので、どのような点検を昨年の10月18日以降にされたか、また、その点検によって何が明らかになったのか、伺いたいと思います岡野参事官。お答え申し上げます。 いかなる出元の資金によるものであれ、北朝鮮の核・ミサイル開発は、我が国および国際社会の平和と安全を脅かすものであり、断じて容認できないものでございます。えー、我が国としましては、北朝鮮の核関連計画等に貢献しうる活動に寄与する目的で行う送金、送金の受け取り、資本取引等を禁止する類似の安保理決議を着実に実施していることに加えまして、我が国自身の措置として、北朝鮮向け支払いを原則禁止 実施するなど日本から北朝鮮への資金の流れを厳しく規制する措置を実施してきております以上の措置につきましては常時点検をしておりますまた第三国から北朝鮮への資金の流れにつきましては関連安保理決議では全ての国連加盟国に対しまして北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う送金受け取り 資本取引等を禁止することを求めておりますさらに一部の国におきましては我が国同様安保理決議に基づく措置に加えまして各国独自の措置も講じられております例えば韓国におきましては現金を含む物品等の北朝鮮への搬出と搬入について当局の承認が認められた場合を除いて禁止しているなど厳しい措置を講じているほか北朝鮮と韓国との金融機関の間では 金融取引が原則停止されている点検を,を,、えー、を行った現状は以上申し上げたとおりでございますが、えー、関連安保理決議の実効性確保のためには、えー、引き続き我が国として安保理決議および独自の措置の実施を関係省庁と連携しつつ徹底していくとと,ともに、えー、国連加盟各国が措置の徹底を図ることが重要でございまして、米国や韓国を含む関係国と緊密に連携して取り組んでいきますいいいい田島舞子君。<laughs> あの非常に長い答弁だったんですが、私の質問には端的に答えていただいてないです。あの北朝鮮に対する統一教会からの送金ですね、これに寄付についてえ、総理大臣は昨年あの、予算委員会で点検するとおっしゃってるんですね、どんな点検をされたか、その点検によって何が明らかになったかお答えください。岡野参事官。 我が国の措置の点検につきましては、長いとご指摘受けましたけれども、あの先ほど申し上げたとおりでございまして、常時点検をしてきております田島舞子君、はい。どんな点検をし、何を点検によって理解、把握されましたか。岡野、えー、長いので、ちょっと繰り返すのはあれですけれども。 今まで,です、ね、あの北朝鮮の核関連計画に貢献し得る活動に寄与する目的で行う送金、送金の受け取り、資本取引等を禁止する累次の安保理決議を着実に実施していると、日本の独自の措置につきましても、常時点検をしてきております田島舞子君。いやいや、全くお答えになってないです私はきちんと明示をしました。統一教会のです、ね、1991年に行われた4500億円の寄付、また、 あ千九百三十三年に三百万ドル、北朝鮮に寄付した。こうしたことの点検、また政府は点検によって、何を明らかにされましたか。岡野参事官。えっと委員御指摘のような報道が存在していることは承知をしております。ますえー、報道の事実関係については把握をしてありませんけれども。はい。はいはい。あの<す>委員長を介してやり取りお願いします。岡野参事官。はい。 あの北朝鮮在住の個人等に対する支払いについては、外為法に基づきまして、2016年2月以降、原則禁止としております。仮に2016年2月以降、日本の居住者が北朝鮮の居住者に対し、当局の許可なく寄付などを含め支払っていれば、原則外為法違反になります。 いずれにしましても、外為法上の規制の履行条件につきましては、政府として日頃より情報収集、分析に努めておりまして、引き続き万全に対応していく所存です田島麻衣子君。はい、あの皆さん、本当にあの政府の方がきちんと答えていないということ、お分かりになったと思うんですけれども、岸田政権、統一教会の問題、本当に解決しようと思ってらっしゃるんですか、総理が言ったんですよ、ちゃんと点検をすると、昨年ですよ、10月に。 それの進捗をお聞きしているのに、どうしてお答えにならないんですか、きちんと答えてください、この問題に特化して何を点検され、何を把握されたか、もう一回お願いします岡野参事官えと繰り返しになって恐縮でございますが、えー、日頃より常時点検してきていいるというとうころでございます田島舞子君。 あの本当におかしいですね、岸田総理、昨年、自らの口でですね点検をするというふうにおっしゃってるんですね、その内容、また何を新しく把握したかということを国会で答弁できないと、これがあの私は岸田政権の現状ではないかなというふうに思うんですが、あ直近でですね北朝鮮を訪問した日本人、これはどのくらいの数いらっしゃるんでしょうか、お答えください。外務省松尾参事官お答え申し上げます 我が国は対北朝鮮措置の一環として、我が国から北朝鮮への渡航の自粛を要請してきております。しかしながら、政府による要請にもかかわらず、北朝鮮への邦人渡航令が存在してきたと考えられます。ただし、日本の出入国時における渡航先の申告を求めておらず、北朝鮮への渡航者を網羅的に把握することは困難であります田島舞子君。 モラ的に把握することは困難ということなんですよね。本当にですね、あの北朝鮮に対する情報収集やあ外交、それからですね、えさまざまな方策あのきちんと政府取っているのかなっていうのは私はすごく疑問にあの今不安になる,な,るなっているんですけれども。 拉致問題についいて最後伺います岸田総理大臣は、ですね拉致問題について、しっかりとですね総理直轄のハイレベルの協議等の取り組みも含めて、やっていくということをあの今年になっておっしゃっているんですが、これ、今後、どのように動かしていかれますか。岡野参事官 お答えいたします、えー、我が国の北朝鮮への対応につかか関しましては、先月27日に開催された国民大集会において、総理が述べられたとおりでございます。えー、簡単に申し上げますが、えー、日朝平壌宣言に基づきまして、拉致核・ミサイルといった諸刑案を包括、えー、的に解決し、不幸な核を清算して、日朝国交正常化の実現を目指すが、と、えー、りわけ拉致被害者ご家族もご高齢となる中で、時間的制約のある拉致問題は、えー、ひとときも揺るがせにできない人権問題。えー、引き続き続ての 被害者の一日も早いご帰国を実現すべく全力で、課題に取り組んでいくというものでございます。その上で総理は、日朝間の懸案を解決しまして、両者がともに新しい時代を切り開いていくという観点からの総理の決意を、あらゆる機会を逃さず、金正恩委員長に伝え続けるということとともに、首脳会談を早期に実現すべく、総理直轄のハイレベルでの協議を行っていきたいと考えていると述べられました。大局下に基づいててあらゆる障害を乗り越えて地域国際社会の平和 断定日朝双方のため、総理自ら決断してまいると述べられたところでございます田島舞子君、はい、時間になりましたので、終わりにいたします。ありがとうございました